シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようかなければ近畿深淵無料対数やってくってやつで、さあというわけで今回は近畿深淵無料対数丈太郎艦隊でやってきたいと思うぜ。やっとできる。マジで待ち望んでいた。はい、で 1P が運極、 2P ラック50で、ワクワクの実は主に有益源泉で全員に即必殺がついている。まあ、他の動画の都合上こういう感じになってんだけど、まあここでは即必殺は必要ないかな。はい、というわけでやっていきますか。まずは友情コンボを拾いつつハンマーヘッドシャークを倒していこう。左から入りたい。あ、ちょっと待って、剣取れんかったが、お、これいけるか。重要。おお、このパワーこれはいいな。友情コンボで倒せるわ。オッケーオッケーオッケー。でウォールブーストもいいが、ちょっと友情コンボを上に設置してみたいから盾で行ってみよう。おおおおおおおいいんじゃないか。まあ右の剣取って今入れば突破できたんだけど、でこれでまあ入って突破する。オッケー。いやでもよ、ここの深淵ってなんかすげえ長く感じるんだよな。強キャラ出て楽になってもその長さどう感じるかだよな。マジさ、殴り火力見ていこう。超バラウォールブースト非属性キラ超マイ M。 あーノー、オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ。いやこれ、あー一手でいけたな。全然一手でいけたわ。というかこの打ち方なんかディオとフォーサー思い出すんだけど、なんかフォーサーっぽいな。うおやっぱり殴り火力半端ないし、友情コンボもやべえんだよな本当に。さあ、でお次の雑魚処理、なんか友情でいきそうだかなこれな。うんうん、そうで上上上上、うー、あー残るかい残るんかい。あー惜しい。いやでもでけえな。友情コンボで普通に結構大ダメージが入っている。よしオッケー。でなんかもうボスにも入ってんだよなちょっと。いや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 、これもハマらなくても友情コンボで削っていけるな。まあハマるけど。はい、アルカディアのたまたま2つにはまっていく。オッケー、俺のたまたまに勝てるつもりか。はい、いいね。でお次が、はい、まあハマるよりは友情コンボ出していこう。横に、あっだだ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 、友情普通に入るわ。うん、であとは、ま、上に行ってプリ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 出すだけ。まあ普通にやっていけばいいか。うん、まあだからたまたまに当たってまあでもこの友情コ、おお、そんだけ入んの。まあこれ上の出てくるブリブリブリっていう攻撃プラス友情コンボも入るんであれば、まあ相当楽だよな。うん、あでもちょっとついた、ちょっとついた。これでうん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 、あーあまあまあまあ、でも十分か。とか待って、これ電線あるな。そういえば今回ちょっとハートがすごい湧いてる感じがあって、これはまあ本来ちょっと体力きつい可能性があるな。わあ待って、あそう、ここあったな。これこのゾンビの処理めんどくせえもんな。うん、あーまあまあ、ああああ、そうかそうかそうか、シールドブレーカー、うわっ
待って、シールドブレイカーすげえ、これ役に立たん。ここではこれはもう楽だぞ。うんちょっと待って、まあ全然大丈夫よ。でお次 3P で、ま、これはもうさすがにいける。うん、あれエレメントエリアなくてもいけんのこれ。よしで、シールドブレイカーでシールドをもう壊したんだよな。だからこれができるよ。これ横間で降りていけば超安定してウォールブーストも使って削れる削れるこれ、え、これ、え、え、ま、またいけんのこれ。まあ弱点はあるけど、いいね、シールドブレーカーいいな。で、ここでスタープラチナ使っとくわ。やっぱここの雑魚処理鬱陶しいから、うん、まあ、2体ぐらい倒せればいいかな。よし、おらうい、オッケー。いやー、こいつらマジ鬱陶しいからな。まあ、さすがにここのやつは殴りでハマっていかねえと、友情コンボではそんな削れねえと思う。うん、まあこんな感じ適当に入れて、あ、まあでもまあまあ入るな。まあそれを狙いに行くよりやっぱりハマった方がいいから、うん、ハマった方がいいんだけど。というかこのクエスト電線切りやっぱすげえ来るな。電線抵抗があって、まあでもこの体力だから普通にグダると体力ねえぞマジ。まあ、すげえ艦隊で使いたいが、やっぱりダルデなんとかそういうキャラと組ました方がいいよな、体力が。これやっぱ怖いわ。よし、じゃあ突破しよう。ちょっと難しいかこれは。よし、オッケー。まあ危なかったらここで SS1 個打ってもいいと。即必殺が今回あるから2段階目も打てたよな。で、この鬼結構抜けるんだよな。右側パネルあるから左側で入っていくか。はい、で、丈太郎の強み、マジでかい強みがボス戦あっという間にぶっ飛ばすことができる。はい、丈太郎の割合 SS、 それを3回連続ぶち込むことによってもう終了。30% の割合 SS、 3連続で 90% プラス照明削り。マジやばいな本当に。だから1個 SS も打っていいわけよ。ここで使おうか。いや、最初丈太郎発表時に近畿深淵無料体数見てんのに、最後張り付きだと剣林当たれねえじゃねえかって思ったけど、その割合かってね。うん、ラスゲーむずいもんな意外とここ。いや、これはでかいわ。おっしゃ、ぶちかましていきますか。どう、ダメだこれ、怖いな。あー、オッケーオッケー、下行って上行ってこーい。おら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 このパワー。いいよ。もう弱点固くしてもダメ。おらで、ラスト。あー、危ない。ちょ回復すんの。あれちょ待て、これ足りる、これ。いや、さすがに足りるよな。いや、でもこれ俺の経験上ちょっと残る感じもある。さすがに回復のことは忘れとったわ。マジ？ちょ、待って、知りたくねえ人さったわ。やっぱさすがにいけるでしょ。やっぱギリか、これ。いってこーい。おらー。
ああ、負けんの今の。今の負けんの。は？いやマジよ、あんなドヤ顔でよ、3連続打つだけでいいって言ってたのによ、ザコがボス回復するっていう、そんな残酷な運命ある？忘れてたなマジ。さあ行くか。さっきはウォールブーストとか、まあ、弱点付近殴ったりとか友情コンボ拾うっていうのはあんまり心がけてなかったから、余裕かましすぎて、今回それを意識していけるんかどうかっていうのをやっていくわ。まあ、さっき見てもらって分かった通りに、最初のとこほんと削れてないわけよ。あそこ頑張って上げていけるんかっていうと怪しいが、まあ、そこ頑張るしかないもんな。ちょっともう無理、なにこれ、どこもねえ、下壁触れて行くぐらいしかねえわ。ちょっとごめん、これ最初仕方ねえ。どこ、あ、クリティが出たけど、あ、さっきのあれよ。まあ、でもさっき相当ミリだったと思うから、いやいや頑張れ、いける頑張れ、いける、信じよう。でここは壁2つ触れて 4P で友情コンボ出したけど、でも弱点防御アップしてんのよな、これでも関係ねえよもう。痛い。最初の部分ほんとミリ。うわ、なんかこれボスに当たりそうだけどな。右下で帰ってこれるかなこれ。入れてこい、頼んだ。あー、え、え、お、いった。あれじゃさっき相当ミリ。まあでもルミナスレイ当てれば結構いけるかもしれんが、当てれる状況じゃなかったなこれ。まあ俺照明の EL ついてるし、まあでも過激厳選重視しないから、そこをやればやりやすいんかな。まあでもウォールブーストと友情意識絶対した方がいいよな。はい、というわけで開幕3連続何回も SS 打ってきたんだけども、まあ結論言うとちょっと危ないから、まあそれやらずに普通に最初雑魚処理して、打てる時に SS を打っていった方がいいのかなと。まあ3連続その後打ってもいいし、打てる時打ってもいいしっていう感じかな。うん、で今それを裏で流してんだけども、後付けで解説してるけども、まあその開幕3連続何回も打ったやつで、その後もうずっとワンパンとか、まあ削り切ってたんだけど、削り切れなかったやつはあのクリティカルがオラオラ中に出てなかったやつなんだよな。うん、最初のやつとかもそうで、まあ俺の照明の EL とか熱き遊撃の EL とかもそこら辺の効果もあるかもしれんし、もうようわからんから、普通に雑魚処理をしてから SS をぶちかませば別に難なくいけるから、まあ開幕はちょっとねやめた方がいいのかなというところ。はい、というわけで、まあ丈太郎の感想というかどんな感じかっていうのを今から、話していきたいと思うぜ。まあ丈太郎どうだったかというと、普通に最強、めちゃ強い。うん、でもやる場合はやっぱりキャラ組み合わせた方がいいな。アルスランアルファとか何でもいいし、ダルテ何でもいいし、そういうキャラと組み合わせてラスゲー割合打つと楽だよねっていう編成がいいと思う。その体力がマジ丈太郎艦隊の場合やばい。電線抵抗をつけていても余裕で体力めちゃ減る。マジで組み合わせた方がいい。そうすると丈太郎の力がしっかり出せると思うし、まあ、ラスゲーそういう雑魚処理もしながらSS 打つと割合強いねっていうのがいいんじゃないかなというふうに思うぜ。でも丈太郎は普通に強いから。はい、というわけで参考になりましたけど、あばやおい、いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。